物を畳みます。お願いします。襟の方を左にしてます。はい。で、向こう、こっち前から向こう側に折ります。はい。そしたらこの奥目線っていう線があるんですけど、はい、奥目線で折り返します。はい、はい、そこに向こう側の襟先と襟先を合わせます。はい、襟先と襟先、うん、重ねる、はい、端まで持ってこない、はい、で最後にこの脇縫い、はい、向こうから持ってきたら綺麗に、すごい、よくできてますね、うん、はい、そしたら今度は上襟をこう綺麗に合わせて、はい、首のところはもう多分ね、肩がついてると思うんですけど、はい、肩山のところでこうこの線きれいにして、はい、じゃあちょっとさ、袖をつくというか、この襟先をこう折り曲がってる人かってしがつくとダメなので、はい、ここを守って、うん、ちょっとここまで、はい、でからお袖なんですね、多分ね、お袖でひっくり返して最後に袖、はい、でこのまま多頭紙に、あ、私見つけた自分のないないと思って、あ、でこのまま多頭紙に入れてしまうか、まあ、はい、お風呂敷包む時はちょっと軽く持つ、はい、はい、持ちます。ありがとうございます。